に当たったよ、はい、今日はまったりできる日なのかな。楽しいね。このねリプレイでのああいうあれ白柳ですかとかでそんなに期待度は高くないけど当たってるかもっていう次ゲーム、これも楽しいんですよ。ああ、お、当たってるし、ちょっと早めに押しちゃってますね。もしこれが、もうちょっと遅めに押してて滑ってこなかったらドンビックだけ否定なんですけど、まあこれ鉄板のリーチ目です。左上段単ドンで、これだけだと小役外れ目にならないんですけど、ここに、ドンちゃんか赤ななながあると小役外れ目で、まあここに氷があって、氷のこぼしの可能性がない出目ですね。まあ、フラッシュもありませんでしたから、まあおそらく、前のゲームのあのリプレイで当たってたんだと思います。ってことは、まあ、レギュラー濃厚ですね、まあ、今のがでも俺の目押しが遅かったからドン、うん、レギュラーいいよいいよ全然いいよ。おお今なんかねなんかあるんですよ、予感みたいなものが。なんか予感があったんでしょうね、多分。なかなかレアな出目ですよ。まあ、こっちとかね、結構多いんですけど、こっちに赤なとか。滑って、まあ、僕が多分もう、赤ならここぐらいで押したんですけど、いやなかなかいい目だ。あ、これあれか、リプレイだ。そうだ、リプレイだ。リプレイなんで、リプレイじゃなかった場合は、リプレイじゃなかった場合は、赤7なんですけれどもリプレイなのでドンビックか、レギュラーと。お、素直冗談だけどよし楽しいですな。失敗しましたな。失敗してんじゃないわよ。オーソドックス。オーソドックスレギュラー。ここ今一発目雑にやったのに止まったんでそのままちょっとパーフェクト目指そうって言ったんだよ俺今。言えてなかったけど最後まで言うつもりだったんだよ。飲まれるな。ついに飲まれちゃいました。でもね、あの子役も今のところ、まあ、めっちゃいいわけじゃないですけど悪くなくてボーナス中はまあ普通で、ビッグさんレギュラー5の1266と、まあ、よく見るレグ角だけいい台ですね。で数値がそこそこなんで、まあ、続けてもいいし、そもそもでまったりなんで、まあ、理論上1でも負けない、負けないだけですよ、はい。花火やってもいいんですけれども一応ね、これきっかけに回遊して、まあ、他にまったり楽しめる台があったら、それはそれでやればいいしと。さて、あ、元俺の台はそこそこ出てる。やめよ、ほとんど埋まってるし、多分全台埋まってる。だいたいね、こうなんか焦りの気持ちがあるんですよ。だいたい必死に立ち回ってる時ってやべえ打つ台なんとかないかなっていう、それがね今日はない。もう完全に気が抜けてる。それがいいか悪いかっていうと、なんだろう、パチスロ打ちとしては僕としてはダメだけれども人間としてはたまにはそれでいいんじゃないかっていうね。じゃあ追加投資の方していきましょう。まあでもまだ2本しか使ってないからで、レシートもあるし余裕。余裕、余裕か。
俺の友達が昔やってたんだよ。今風鈴を軽く計算したら 14.6 いくつっていう、一応ぴったり6ぐらいの確率でした。そうなるともともとね、まあ最悪最悪ですよ、1でもいいやぐらいで打ってる僕からすると、まあ一応一番強いとされてる判別予想、風鈴がいいんだったらば、まあ、ボーナスは引けてないけれども、まあ、続行かなと。まあ、この台がまあ1とか6とかね、まあ、何も分かんないですけれども、まあ、花火はまあ僕はですよ、ボーナス確率よりもやっぱり子役の方が大事だと思います。子供が通常時の子役で花火ゲーム中の外れ、この辺りを特に重視してます。で言ってもね、判別自体をもう何ですかね、緩くできるんですよ。それはまあ低設定に座ってでもリスクが低いからですね。お、斜め氷はボーナス。ここはやっぱりチェコチェを狙うしかないでしょう。うん、チェコチェは外れてくれた。ドンビックは否定だと思うんだよね。あ、ちなみに追加投資は1万1000円ですね。1万1000円、そんな言ってる、そんな言ってるね。まあでもそれでも総投資13だけど。お、ドンビックだ、嬉しい。僕の見ましがちょっと早かったみたいですね。ん、あ、風鈴さんね、ラッキーラッキー。今失敗したかな、板をしようと思ったんですけど、もう完全に失敗してる。まあいいでしょう。3回ビッグ引いて花火ゲーム中の外れが7回、悪くないですね。で通常時の風鈴もいいわけでしょ。僕が重視してるところはいいと、全然頑張る価値はある。子役を取りこぼしてないのに上津以外のフラッシュが出たら全部当たりですよ。はっはっはっ、やったー、ちょっと回復したね。これね、まあ、フラッシュして普通ここ止まったら、まあ、大体、チェリーなんですよね。でチェリーの時はこれが枠内にないんですよ。氷の時は当然氷ってテンパるんで、僕この形初めてですけど、多分二角だと思います。多分ね、離しますよ。ほら1万役かな、ドンちゃん狙ったら止まったかもしれない。あまあよし、残り2ゲームでしたからね。これは結構早いところで引いてるレギュラーだと隠しするんですけど、おお、これね、出目的には こぼしもあり得るんですよ、7が滑ってきてると。でまあ、僕今滑ってきてません、滑ったとしても1コマかな、なんですし、プラス子役のこぶしだったら絶対フラッシュが出るんで、フラッシュ出てないんでもう絶対に当たってます。デメ的にはでもレギュラーの可能性が結構高い気がするんですけど、とあー、やはり君か、6ゲームレギュラー。
分遅れてたっしょ。ほら、あーでもどうだろう、これドンビックは否定。あさあどうだ、リプレイで引っ張ってます。あまたお前か、レギュラー3連。風鈴はすげえいいな。風鈴がすごいって具体的にいくつだって、まあ、計算したけども大体わかるんですけど、まあ大体の計算の仕方です。今、1778で僕364から回してるんですよ。ってことは、今、まあ1414かな、まあ、大体1400ちょっとってわかるじゃないですか。で今風鈴が108個なんですよ。100個だとしても、14.0 何分の1とかだよね、まあ14分の1ちょっとなんで、しかも108なんでそれよりは絶対いいってことで、まあどっちにしろ奥の数字よりいいなってことがわかると。毎回毎回正確に出す必要なんてないんで、いいか悪いかだけでも十分なんです。だから僕の場合は大体こう6の数字がこれぐらいだから、それより大体どれぐらいかなっていうのをなんとなくで計算して普段は、お仕置きしてます。でここぞって時はちゃんと計算しますけど、まあ、実際例えば、まあ、動画なんでここぞって数字も言うこと多いですけど、プライベートではもう計算すらせず、もうどうせねえなっていうこともよくあります。おお、外れ目から、ロケット出ましたね。よし、ここはビッグでしょう。あえてこっちのドン狙いましょう。よし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 、これで、箱にコインを移せます。下皿いっぱいですから。さあでは揃えますか。たまには単ドン止めるか。これはこれで可愛いな。なんかいや、なんかちょっと一応ねまったり打つとはいえ、ちょっと設定は割と悪くないかもしれないと思いつつも、ベネマが飲みない展開が続いてて、一回飲まれたりしつつもみもみしてて、頑張って頑張ってこの箱にコインを詰める瞬間っていうのがね、まあこれ多分4号時代からこうノーマルタイプ好きはもうこの瞬間が好きだと思います。俺は好きです。大体みんな好きでしょ。じゃあね、だからみんな下皿詰めんすよ。そんな俺の箱は安くねえぜみたいな。おお、また外れ目からのロケット、いいね。なんかこう氷が全部バラバラの位置にいるのにロケットみたいなね。レギュラーだけど、時間もそんなにないんですけど、最後に RT レンチャーしたいんですよ僕今日。したあしたな、レギュラー大花が聞きたい、ドンツーも聞きたい。おお、超オーソドックスで超綺麗な波ですね。よし、はっ、うん、聞けず。外れは好調ですよ。
6の120の118で16回、うん、かなりいい、ま、多分ですよ、ま、別に外れてもいいぐらいの感じで言いますけど、僕の予想では5だと思うんですよ。リップ引けてませんけど、ま、通常時の、公約もバリバリいいですし、花火ゲーム中の外れもいいと。で合算もいいですからね、まあ、ビッグが引けない分レギュラーがいっぱい引けてると。お、切れ目があるってことは斜め氷はボーナス。よし、よし、ドンビッグです。よかった、最後ちょっとビッグが回復してくれた。また外れても引けばすごい気持ちいいんですけどね。外れどころかビタ押しを見せるっていう。戦終了でございます。私ですね、結局13本使って、まあ、ここ47枚なんで611枚使って、まず時々で465倍、そして楽しい楽しい花火で1186枚ということなので、合計が、1951枚もありましたのでプラス1340枚す。いやなんかね、このなんか打ち狂ってやつはまあ大体負けるというそういう流れが最近できてきたんですけども、まあ、結構ね、まあどんな状況でも無理に勝とうとしたっていうところが裏目に出てたのか、まあ、今日はあのちょっとのんびりやろうということでのんびりやって、まあのんびりやろうとは言いつつも、まあ、一応最初はまあ盛り上がってるドキドキで、まあ、朝1000円で当たりましたからね。で、まあ、そのまま、まあ、一発で行ったかどうか分かんないんですけれども、まあ、天国行ってで花火もね、そんな投資することなく、まあ、結局ちょっと設定があったかもしれないみたいな、まあ、設定がなくても、まあ、楽しめる台なんですけれども、あればなおさら楽しめるということでこういった結果になったんですけれどもね。まああれですね、パチスロは結局勝たなきゃ面白くないんですが、まあその、まあ、いわゆる専業っていう人たちとか、まあ、僕らみたいなそのライターの中でも勝とうとするタイプの人がやるやり方っていうのは、まあ、やっぱちょっと楽しみを切る部分があって、まあ、それがね今回はちょっとそこはあんまり切らずにやろうと、楽しみつつ勝とうというところが、まあ、たまたまうまくいった。で、まあ、かといって適当にやったわけではないですから、そのこれぐらいのスタンスでやるのが一番、まあ、楽しんで負けないんじゃないのかなというおすすめの立ち回りの結果になったような気はします。まあ、うまくいったからこんなこと言えるんですけどね。はい、非常に楽しかったんですけど、まあ、またね、チクロはもちろんですけども、このビッグマーチ佐野店さんに来る機会があればまた同じように楽しめたらと思っておりますので、またチクロ、僕の回はもちろんですけれども僕以外の回も見てください。それではさようなら。いや本当に楽しかったですよ。